エリザベタ・ロムニエは、ルーマニア王カロル一世の王妃。ドイツ語名では、エリーザベト・パーリーネ・オッティリー・エル・イーゼ・ツービート。カルメン・シルバの筆名を持つ、詩人、小説家でもあった。ドイツ王族、ヘルマン・ツービートとその日である、マリー・フォン・ナッサウ・バイルブルクの娘として、ノイ・ビート・アムラインで生まれた。一時は、イギリスのプリンス・オブ・ウェールズ、アルバート・エドワードの花嫁候補となっていた。 未来の夫カロルと最初に出会ったのは、1861年のベルリンであった。二人は1869年に結婚し、一人娘、マリアを1870年に設けたが、わずか3歳で亡くした。エリザベタと娘マリアロト戦争の最中の1877年から1878年にかけて、エリザベタは負傷者の看護に当たった。 彼女はルーマニアで女性の高等教育を支援し、多くの事前活動団体を立ち上げた。彼女は優れたピアニスト、オルガン奏者、歌手、画家でもあった。何にも、まして彼女の名前を知らしめたのは、文学の創作活動である。特にし、フォークロア、バラットでは、オリジナル作品は言うまでもなく、ルーマニアの伝説を多く盛り込んでいる。1881年、 子供のないカロル一世は次の王位を追いフェルディナンド一世に譲ることに決めた。ルーマニアでは全くの外国人だったフェルディナンドはエリサベタの次女エレナ・バカレスクと親密な関係になった。エリサベタ自身もエレナとは仲が良かったため結婚を許されない二人の恋を応援した。この結果エリサベタはノイビーとエレナはパリへ出国することを余儀なくされた。この旅行は フェルディナンドの花嫁を探す密命も帯びており、この一件はエリサベタの無双家としての想像力に磨きをかけた。フェルディナンドの花嫁として白羽の矢が建てられたのがイギリスの王族マリー・オブ・エディンバラだった。1916年、エリサベタはブカレストで亡くなった。ヨシフ・イバノビチの彼女の名を冠したワルツ、カルメン・シルバは現在でも演奏される。ジョルジェ・ネスクは 彼女が主催した演奏会に参加しており、彼女の詩による歌曲も残している。ありがとうございます。